このコーナーは秋田県住みます芸人のチェスが椎名ちゃん MC 出演をかけて番組スタッフ越前 AP に気に入られたい一心で秋田県内の知ったけいいとこをプレゼンします。自慢のスポットや美味しいものを紹介し競いながら町の魅力もお伝えするコーナーです。今回は占い霊気小顔施術占い講座のお店占いサロン萌えにお邪魔します。越前さんはこのね、一番このホロスコープの一番高い場所に土星というあの星があって、これは何かを管理するとか人の上に立つとかそういった星なんですよ。で55歳からこの星っていうのは巡ってくるんですね。で、なんかまあでも、ご自分のね、そうですね、こだわりを大事にしたいっていうことで、まあ例えばベタの読み方だったらなんかちっちゃいお店持つとかそういうのもありなんですけれども、でもそういうわけではなければなんかなんかちょっとこう管理するような役割とかね、そういう星は持ってらっしゃいますけど、そしたらもう一つのカードで、そうですね、こちらで見てみましょう。すごい、はい、これはお正前タロットカードといって、インドのラジニーシさんっていう悟った人がいて、その方が考えたカードなんですね。はい、ラジバンダリーとかって、あれ違う？なんでもない。それは、普通屋の芸人。芸人真面目に。真面目に。聞いてください。聞いてください。真面目に。真面目に。お。はい。ではですね。麦吉さん。そうですね。ではですね、左手で5枚選んでいただきたいんですけど、はい、指さしていただいたら私取りますので。そうですか。はい、1枚目こちらですね。早い、はい、スピードが速い。早い。はい、こちらですね。5枚ですか？はい、あと2枚。ピっていうのなんラスト。こちら。絶対ピっていう。これはですね、そうですね、ちょっと皆さんさすが感性がやばいな、はい、これはですね、モラリティといって自分に厳しい人が出すカードなんですね。なんかこうしなきゃああしなきゃっていう風に、ちょっと自分に厳しすぎるよっていうのが今のテーマなんです。はい、で、まあ、きっちりしすぎてる。きっちり。で、これは内側で起こりそうなことなんですけど、熟した実が落っこってくるから、ダメじゃないですか。でもね、これは、あとは手を出しておけば、その手の中に熟した実が入ってくるよっていうご本人のカードでもあるんですね。そう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 、何かが手に入りそうだよみたいな。でなんだこれ、これはですね、これ山国ですか、これはね、これはね、山国ですか、いいカード、いいカード、私、はい、心霊カードこれが怖いですよね。ベールがこう燃えて、その向こうからお釈迦様の子供の頃の姿が出てくるという、これは覚醒を表すカードなんですね。覚醒、目覚め、目覚めますね、目覚め、何に目覚めるのかね、わからないけど、何かこう直感が働くとか、なんかそんな感じかもしれません。次回も知ったけいいとこプレゼンします。